When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. はい、本日はですね、嫁に黙ってこっそりバイク購入という動画になってるんですけども、まずはオープニングここで撮らせてくださいっていうのをですね、嫁はバイク買うことを知らないんですよね。で、もう僕はですね、2ヶ月か3ヶ月ぐらい前から、この今回バイクをもう予約してたんですよ。で、ついこの間ですね、届きましたよと、バイク届きましたよって言われて、あ、じゃあ YouTube 撮影するので行かせてくださいと向こうには言ってるんですよ。で、あ、わかりましたって言ってるけどもですよ、僕の嫁さんはですね、嫁蔵さんはですね、全く知らん。ただバイクちょっと見に行きたいから動画撮っていいって言って、ああ、買うつもりなんって言われて、いや、まあわからんけど、とりあえずバイクだけ見に行くわって言って、今から行くわけなんですね。だから今はまだ嫁行けないんですけども、この後嫁にカメラ持ってもらって、はい、本日はですね、2回目のオープニングを行いますので、それはね、まあ、ちょっと嫁を騙すためにやらなあかんので、まあ皆さんもご協力いただければなと思います。ではですね、バイクの場所へ行きましょう。ゴー。はい、本日はですね、タクゾーバイクを見に行くの巻ということで、今回ですね、バイク屋の、ところまで来ております。カメラマンはね、いつも通り嫁に、してもらってますので、お嫁さんまた音声の方でよろしくお願いします。お願いします。ちょっとローテンションね、お送りということなんですが、もう早速ね、バイク屋の方行きたいなと思います。はい、バイク屋の店員さんとも一応お話はしててですね、はい、今日はなんと乗せていただけるということで、僕も中型の大型とバイクの教習所行った以来になんで、もしかしたら演奏するかもしれんしそれに向けてね、今日はヘルメットもちゃんと持ってきてるし、はい、手袋もあるのでそれをつけてね、行きたいななんて思います。はい、今回来たのはね、なんかヤマハの専門店で、大阪に何店舗かあるんかな、なんかわからないんですけど、そこに来させてもらいました。どう、この胸の高鳴り。胸の高鳴りか。はい、では行きます。わー、涼しい。わー、涼しい。はい、こんにちは。こんにちは。じゃあバイクどれですかね。あ、SR の、今回 SR のね。 SR、 うわ、ピカピカ。やばいよな。うわ、かっこいい。で、デカバイクなあ。またがってもいいですか。では、またがさせていただきます。うわぁ、どう、かっこいいじゃん。どんな感じ。なんかバイク乗ってる人って感じ。いや、すげえよなあ。これしかもメーター見てみて、新車。全く走ってない。これだから1キロは押したりとかした時に進むから、うん、メーターがさ、回ってるだけで。これが噂のさ、うん、これ見て、ファイナルエディション。もう最後。SR。うん。これなんですよ。どうですか。かっこいい。わからんわしには。ほんま？早速乗らせてもらいましょうか。色はそれなの？青なの？他に何色があるの？グレー。こっちの方がかっこいい。へえ。こっち？うん。まあ好みだわな。まあそうやな。ほら、青系が好きやからさ。そうか。いや、いいね。これじゃあもう早速乗らせていただきます。どうぞ。どうぞっていうか。私はいいですか。まあ、ね、はい、すみません、ありがとうございます。これ何キロぐらいあるんですか。そうですね、初心で約170。うわ、このケツもかっこいいな。お尻、うん、へえ。一回もエンジンかけたことなくて、店員さんに教えてもらう前に、うん、かけます。これな、かけ方特徴的やね。うん、ここにセルないねん。分からん、セルって言ったことないんだ。ここでビューってボタン押してエンジンじゃなくて、うん、これ足でかけねん。へえ。これ、うん、かけ方はね、しかもね、かけ方、あ、どこ行ったすいません。一回ちょっとエンジンかけてみるわ。かかるかな、初めてやで、ね、行きます。え、勝手にやっていいの。かからなかった。
1回目失敗しました。はい、難しいですね、やっぱ、長い方ですと、やっぱり2時間ぐらいかかってきました。2時間かけるの難しいんだから。もうかけれないじゃん、じゃあちょっとラスト行って、これで無理やったら教えてもらうわ。うん、はい、ます。あ、惜しかった。スカシッペみたいな。じゃあすみません、教えてください。かかりませんでした。じゃあ、こちらからちょっとご覧いただきまして、はい、順番にじゃあ、手順を組んでいきますので。はい。めっちゃ難しいな。めちゃくちゃ簡単にかけてくれるけどさ、ゆっくり踏んでみてください、はいはい、で、重たいっていうところを探してですね、重たいなと思ったらここですね、そこで左手首に行ってキックをちょっとだけ踏み下ろします。そのままでいいです、はい、で左手離して1回キック上まで上げて真下に踏み潰すつもりで、せーの、あ、わかった。すごいじゃん。褒めてもらった。よかったね。うわ、すごいな。振動めっちゃ伝わってくる。へえ。教習所のやつとは違う、全然。違う違う違う。だって見て、このミラーめっちゃ揺れてるもん。あー、ブルブルしてる。あ、ミラー越しのタックンどう？すげえ。ちょっとヘルメット取ってきます。Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done.では先ほど教えてもらった通り、うん、オンにしてキック出してゆっくり踏んでいって、はい、あ、重たいですね、はい、うおー、行ってくるわ。はい、行ってらっしゃい。気をつけて。ちょっとだけ回って帰ってきます。はいはい。気をつけてね。来た来た来た。あれかな。ブンブン来た。おかえり。どう？おかえりなさい。やばいわ。どうだった？めっちゃ楽しい。振動もすごいですね。そうですね。いやー、やば。めちゃくちゃいい。楽しかった？めっちゃ楽しいよ、そら。よかったね。これな。今回さ、乗らせてもらったやんか。うん、で、店員さんとも喋っててんけど、うん、これ買ったんです。買ったの？あ、買ったの？ね、はい、買ったの？そうなの？こんなん市場なんかないねん。あ、そうなの？ SR の市場なんかないねん。あ、ないの？だからこれ見てる方も SR の市場あると思ったらなくて、え、もうこれ買ってるから、うん、ほんまに初めて乗らせてもらったけど自分のやつというか。あ、そうだったの？もうお金も払ってるし。よかったじゃん。で、店員さんにも秘密にしといてくださいって言うね。あ、そうだったんだ。すいません、ありがとうございます。ということでね、よかったね、今回の動画皆さん見てもらってたと思いますが、はい、嫁に黙ってこっそりバイク買ってみた。今回この SR400、ファイナルエディションを購入させてもらったという動画になってます。で、実はこの後まだちょっと改造が残ってて。改造？うん、これ実はノーマルで入れてもらってるから、はい、今全くノーマルやねんけど、うん、ハンドルとマフラーですね、うん、ハンドルとマフラー、はい、ヤンキーすんの？いやいや、違う違う違う、ちょっと昔っぽい仕様というか。へえ。
70年代スタイルっていうんですかね。その通りですね。ね、はい、あのおしゃれな。あ、おしゃれという。おしゃれ。はい。一応これがもう最後の見納めで、はい、一応ノーマル部品はあのもらうからいつでも戻せんねんけど、うん、新車時のノーマルはこれが唯一。ふーん。もうだから途中でさ、うん、いやグレーの方がいいなとか言って言われたって、もうこれ買ってあるからさ、グレーのとかに変更だけできひんから。そうなんだ、うん、でもブルーが良かったんでしょ。うん、あっとったやろ。でもいや、わかんない、だってこれしかまだまだ見てないから。またがられへんもん、他のやつは。あ、そうなんだ。すいません、人のやつやねんから。あ、そうか。いや、最悪色塗ればいいんじゃない。うん、いや、俺青が気に入ってんの。気に入ってんのか、うん、そうかそうか、ごめんごめん。はい、ということでね、またこれもだから持って帰らへんねん、そのまま預けんねん。あ、そうなので、改造。あ、今一緒にやるんじゃないの。違う違う、今からもう預けて改造してもらって、うん、また1週間、2週間後に納品してもらうみたいな、納車してもらうみたいな。そうなんだ。だからまたちょっと変わる子から。へぇ。次は、だから改造したのは動画にしえへんと思うけど、なんか1ヶ月点検とかまたこだわしてもらうから、まあその時にビフォーアフターでやればいいかな。では、動画見てもらってありがとうございました。すいません、ありがとうございます。買ってたんですね、知らなかった。全然知らなかったです。まあすごい。